本政府は増え続ける自殺の抑制を目的に自殺センターを設立した。そこでは自殺を志す者4人ずつが揃い、お互いの死にたい理由に納得して初めて自殺を実施できるという決め事が存在した。こちらへどうぞ。参加者が揃いましたので、まず一人ずつ自殺志願の理由を話してください。まず人間のクズのたかしさんから。ある日いつものように娘と朝ごはんを食べていたんだ。機嫌が悪そうに見えたので、昨日の試験の出来が悪かったのかなと思っていたのさ。どうだったんだ、試験の出来は。父さんの予想当たっただろ。もう外れよ。え、出なかったのか。新田義貞、高内田も張り合った、すっごい人なんだぞ。父さんは大好きなんだけどな。全然お外れだよ。パパが余計なこと言うから。もう正直言ってパパの存在価値なんか全くゼロ。試験問題の山を当ててあげたら結果は大外れで、そしたらパパは存在価値が全くないなんて言われたのさ。どんな話してるんだ。味噌ぐらいのやつが続けますけどね。味噌な、味噌ね、味噌うまいな。味噌じゃなくて手帳なんですよ。手帳がやっぱり帽子が手柄の信頼を持ちたい。あるわ、人形です。どんな話してみんな。いや、やっぱり味噌ブームはね、まだ続くと思うんですよね。味噌汁。味噌汁いいっすけど、手帳は表紙がテカテカしてるのが一番いいと思います。俺ザラザラ派なんだよ。職場でもほとんど頼りにされてもいないし、もう生きている価値なんてないと思うんだ。では枯れかかったバラさん、どうぞ。花屋さんの店先が私の居場所。あ、綺麗だよ。わあ、本当に綺麗なバラですね。私の姿を見て誰もが綺麗だと褒めてくれたわ。綺麗ですね。バラの色ってストレスとかで変わってしまうんだって。この色が出せるってマジ奇跡だよね。でも日にちが経つにつれて花びらは色あせてしおれてきてしまったの。
こんな姿のバラの花なんて誰も見向きもしてくれない。もう生きてる価値なんてないでしょ。次に、歌の歌えないインコさん。私が歌を歌うとみんな聞き入って喜んでくれたものだったわ。こっちこっち。え、なになに。え、この歌どっから聞こえてくるの。でも毎日朝から晩まで歌っていたせいか、突然声が出なくなってしまったの。歌が歌えなくなってしまってはもう生きている意味なんてないのよ。最後に骨折したお馬さん。オイラは走ることが何より楽しかった。好きに走って気がつくといつも勝っていた。他の馬になんか負ける気がしなかった。走ることが楽しくて楽しくて楽しくて、応援してもらえるのが嬉しくて嬉しくて嬉しくて、ある時オイラの目の前を何かが横切った。そうだったのかな。一旦崩した体勢を立て直すことなんてできない。世界がぐるぐる回って足に激痛を覚えた。知れなくなってからはもう誰からも見向きもされなくなった。生きている意味がないのさ。皆さん、どう考えても生きてる意味全くないですね。では皆さん、首吊りロープの方へどうぞ。おかしいな。辞表も置いてきたのに今更相談なんて。皆さん、ちょっとだけ時間をいただけませんか。仕方ないですね。すぐに戻ってきてくださいね。編集長がこれでいけって言うんですよ。なあ君たち、
読者がこの雑誌に期待しているのは次にどんなものが流行るかというワクワク感だろう。それを紙面の体裁だけを優先してまとめようなんて、まず読者の気持ちを考えるのが基本だろう。なあ、違うか？先輩の助言がもらえて本当に良かったです。もう一回編集長とも掛け合ってみます。こんな俺のことでも必要としてくれている人たちがいるってことなんだろうか。どうかしましたか？ちょっと迷ってしまったようで。少し休んでいかれたらどうですか？すみません。いや、そうきたか。将棋ですか？こいつが小さい時にお土産で買ってあげたら夢中になってしまいましたね。今じゃ全く叶いませんよ。お土産か。よし。大丈夫ですか？大丈夫、もう迷いません。この音声コンバーターをいただきたいんですけども。はい、わかりました。Thank you.
り切った人間のたかしさんがお戻りです。まあまあ皆さん一旦落ち着きませんか。おやおや、この絵の具でいくらでも美しい色を取り戻してごらん。まあ、悪くないかな。この音声コンバータで綺麗な歌声を取り戻せるよ。喜んでもらえるのなら。あら、そう。馬にしかできない競馬解説を見てみたいな。それでは馬の気持ちに詳しい解説でおなじみの令和インパクトさんに今週の注目馬鶴舞う群馬について解説していただきます。彼には幼い妹がおる。妹の見ているレースではひときわ頑張ろうとするんです。でも緊張しすぎて力を発揮できないこともあるようですね。それと彼は馬のくせに、人参が嫌いで最近蜂蜜をかけて食べることを覚えたそうです。オイラなんかにできるのかな。へえ。僕はね、たまにはとことん話してみないか。ごめんなさいパパ、私いいんだよ。父さんは気づいたんだ。人間の価値ってのは人と比べてどうこうじゃないんだ。自分自身が全力で生きているかどうかなんだ。そういう姿が人の心を動かす。父さんは生まれ変わったつもりでまた頑張ってみるよ。それでどうしますの？もちろん全員キャンセルでお願いします。Thank you.
rain.